この度ですね、イブという関東圏特化型のキャンプ場ポータルサイトを作りました。イブはですね、ピーヤのお気に入りのキャンプ場を確認することができたり、各ページにはピーヤが撮影した写真を視覚的にどんな景色なのかなっていう雰囲気を感じ取ることができます。過去訪問した時の動画とか、こんなキャンプ場ですよとか、基本的なチェックインとかチェックアウトとかですね、そういった基本情報もできたり、予約することもできます。あとどの辺にありますよっていうのが地図で見ることもできます。トップページからはいろんなキャンプ場があります。特徴として地図で探せる機能が見やすく作っております。自分の自宅からですね、どの辺のキャンプ場行こうかなっていうところから探すこともできるようになってますので、ぜひキャンプ場探しにご活用ください。どうもピアです。久しぶりの動画になります。お盆期間がキャンプ場の方がちょっと忙しくてですね、なかなか撮影に行けずですね、今回の動画からまた再開したいなと思いますんで、皆さん改めてよろしくお願いします。今日はですね、長野県蓼科にあります、ラーチフォレストビレッジかな。今年の8月にオープンしたばかりのキャンプ場になってまして、僕がですね、なんか困った時に相談する関さんという方がですね、作られた、オーナーさんと同級生だったのかな？一緒に作られたキャンプ場で、まだまだこれから作っていく段階のね、発展していくキャンプ場なんですけど、久々にここに来て、去年の冬にね、一回見に来たんですけど、その時は何もなかったんですけど、すごくキャンプ場になってました。ほぼほぼ知られてないね、穴場キャンプ場になってます。結構いい感じなんでね、お楽しみしてください。ピアチャンネルはですね、関東圏キャンプ場紹介動画をメインにしておりまして、これまで200以上キャンプ場紹介をしてきたので、キャンプ場探しの時は関東にお住まいの方にはね、参考になるかなと思いますので、チャンネル登録いただけると嬉しいです。あと、イブというキャンプ場ポータル予約サイトも作りまして、そちらはですね、僕の撮った動画や基本情報や、いろんなね、情報が載ってます。キャンプ場を予約するときはね、ちょっとチェックしてみていただけると嬉しいです。あと、公式 LINE やってます。公式 LINE はね、僕が過去行った中でも特にお気に入りの星5と星4のキャンプ場っていうのを Google マップ上にピンさせて、それをリンクで共有してますんで、そっちも参考にしてもらえたら嬉しいです。ぜひ友達時間の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみたいと思います。はい、ここはですね、1250メートルぐらい標高がありまして、めちゃめちゃ涼しいです。で、あっちから来ます。で、ここの来る時のね、途中の道すごい狭いんで気をつけてください。で、こうぐーっと来たらここが始まります。はい。で、車止めてます。で、こんな感じになってまして。でね、このようにね、森の中にあるキャンプ場で、すごくね、静かで、涼しくて夏でも気持ちいいです。はい。で、ざっくりですね、あっちの奥が、サイトになってます。で、こうサイトあります。今現状はね。で、こっから上段もね、増えていくって話なんですけど、それは後ほど説明します。で、こっち側が施設になってて、トイレと、手洗い場と、炊事スペース。で、あとね、湧き水がかけ流しで流れてるんですけど、その湧き水がね、ほんとひんやり冷たくて、スイカとかね、なんか飲み物とか冷やすにはちょうどいいとことかいろいろあります。なんで、施設の方から紹介していって、後でサイトの方行きたいと思います。はい。こんな感じ。前来た時はね、こんなに砂利も敷いてなかったしね、木がめっちゃ生えてて、その時はね、その木がね、伐採されて、ちょうどよくこうサイトになってるっていう。すごく、変わりました。ドラム缶風呂、今後ドラム缶になるみたいですね。はい。まずここ。これが、流しそうめん台。流しそうめんができるという、こんな感じで流れていくと。はい。で、ここが、湧き水エリアになってて、これはこんな感じで飲み物を冷やすことができます。で、これね、めちゃめちゃ冷たいです。ほんとひんやりして気持ちいいんで、このスイカとかね、フルーツとか飲み物とか、ここで冷やして、自由に冷やして OK ということです。で、ここがトイレの手洗い場になってます。ここはね、水しか出ないです。こっちがトイレになっていて、こんな感じでね。で、勝手に電気がつく。すごい綺麗ですよ。新築の匂いがします。女性用トイレですね。はい、こんな感じでね。ちょっとセンサーがね、ついてますんで。はい、で、ここが炊事エリバなんですけど、焚き火台とか、ちょっと汚れ物が、こういうふうに、洗えるようになってます。はい。自由にお使いくださいという感じですね。このね、炊事場エリアもね、すごい良くて、こんな感じでね、DIY で作られたらそうなんですけど、で、ゴミ捨て場はこの辺にあります。はい。
この辺で洗えます。でお湯も出ます。はい、お湯が出るのはねありがたいですよね。はい、でこっちがサイトエリアになっていて、全部で5サイトですね。 1,2,3,4,5 って感じです。はい、で大きく広さ的には2タイプあるって言ったかな。でここは1台ここに車を止めて、ここ広いですね。このサイトが10メーターかける多分5、6メーター、7メーターぐらいあるかもしれないですね。多分70平米ぐらい、ちょっと見た感じありそうな感じですね。はい。で、こっちも、それと同じかちょっと小ぶりぐらいのサイズ感のサイトがあって、で、こっちに車を止められるようになってます。はい。で、景色が本当こんな感じで、森なんですよ。森の中にね、秘密基地があるような感じなんで、で周りにね、道路とかないんでね、すごい静かです。こんな感じです。はい。すごい静かな。あそこにね、一軒建ってるお家には、住んでる方がいらっしゃるみたいなんですけど、それぐらいです。はい。日陰がね、とにかく涼しい。ここ、広いですね、かなり。1,2,3,5,6メーターかける12メーターぐらいあるかな。ここも多分70平米ぐらいはあるんじゃないかな。ここはね、8メーター、6メーターぐらいかな。こんな感じで。で、ここだけね、まだ採石してないんですけど、今後ちょっと採石敷く予定ではあるという話でした。ちょっとね、わかんないですけど。こんな感じです。まあ、木漏れ日がね、またいいんですよ。はい、こんな感じです。あ、5サイトぐらいなんで、まぁ、ちょっとこう、スーファミリーでキャンプしたいとか、プライベート感高くキャンプしたいとかっていう時に、気軽にね、まあ、貸し切りじゃないですけど、何サイトか予約して、まだまだね、そんな予約入ってないんで、オープンしたばっかだから、だからそういった使い方もいいんじゃないかなと。で、これ登ってったとこ、上が、今後ね、サイト広げるかもっていう話なんで、ちょっと見ていきます。ここから、いいですか。あ、こっちか。あ、こっちからだ。そうっす。椎茸っすよね、これね。そう。椎茸栽培の前サイズで。森の感じですよ。あ、こっちからですね。よいしょ。おう。ここまた全然景色違いますよ。で、こっちは、あっちっすね。はい。勾配がきついですけどね。で、車があっちから来れるんですか？これ。こっちからね。上から来れるような感じになってるんで、上は上、下は下みたいな感じでやってもいいかなと。日陰だからすごい、下もふかふかで柔らかいですね。この辺ですか？この辺とか、ソロサイトにね、まずは、やってみようかなーっていう構想が、はあ、やっぱね、高台にあると気持ちいいですね。空が開けてて、はい。この辺もね、今後ちょっと展開をね、考えてるって話なんで、ね、楽しみですね。ぐるっと一周してきました。感想なんですけど、2024年8月1日オープンで、で今5サイトで、お盆期間は何組かねお客さん来たらしいんですけど、まだまだあんまり知られてないキャンプ場です。炊事場も綺麗だし、トイレも綺麗だし、あと湧き水もあったりとか、あと今後ね、もしかしたらサウナとかなんかいろいろバージョンアップしていくって話だったんで、ドラム缶風呂とかね、ほんとアットホームで、こじんまりとした感じなんでね、本当に静かだし、ガヤガヤしないようなキャンプ場で、ちょっとゆっくりしっぽりキャンプしたいみたいな人にはとてもいいんじゃないかなと思います。あとね、1250メートル標高ありますから、夏でもこんなに涼しいんだなと思いました。で、うちのキャンプ場はね、白州にありますけど、標高750メートルで、あんまり日陰がないんですよ、うちのキャンプ場。だから日陰があるって本当に素敵だなと思いました。夏でもね、こんなにキャンプ涼しくできるんならめっちゃいいなと思いますね。はい。冬はね、めっちゃ雪降ります。で、雪中キャンプもできると思います。僕来た時もね、雪が積もってて、道もちょっと雪あったかな。で、僕スタッドレスで四駆なんでね、全然大丈夫でしたけど。そんな感じなんでね、冬は冬で気温も下がるみたいです。マイナス10度とかね、低い時は行くみたいなんですけど、雪中キャンプできるとこってなかなかないと思うんで、それでドラム缶風呂もできたらすごいいいんじゃないかなと思いました。とにかく、まだほんと知られてないキャンプ場、穴場キャンプ場なんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。